9月上旬の恵庭岳のふもと森の中にヤグラが組まれ地中奥深くへと穴を掘り進める作業が行われていた地下の温度を調べる地熱発電で貯粒層とかが近くにある場合はまあ温度が急激に変わるんですねその近辺に来ると行われていたのは地質調査地熱発電所を建設する構想があるためだ 地熱発電をするには高温の蒸気や熱水がたまる地熱貯層が必要調査では井戸を掘り地下に熱源があるかを調べている取材時点ではおよそ2 0 0ルまで到達温度の急激な変化こそないものの地層の変化が見つかった今まであった層に別の層が入ってるっていうちょうどところが出てきて。 下からまあマグマが出てきたというか、そういったまあいろんいろいろな要因があるんですけども、一つの変化として、そういうのがあるところっていうのは、今まではその温度と変化っていうのはあまり大きくなかったんですけども、これから先っていうのが、期待はできるんじゃないかこの調査をしているのは、兵庫県の町おこしエネルギー。立ち上げたのは 食品スーパー業務スーパーを手がける神戸物産の創業者沼田昌司さん。1985年に会社を設立し今や全国に950店を展開売り上げ3620億円の企業を立ち上げた人物だしかしそんな敏腕経営者がなぜ地熱発電に将来の次世代の子供のためには。 もう再生可能エネルギーを本気でやらななけければいけないと実は沼田さん神戸物産時代から太陽光やバイオマスといった再生可能エネルギー事業に取り組んでいた当然地熱発電の事業化も考えたが参入のハードルが高いことから一度は断念しかし諦めることはできず再生エネルギーとその。 地域活性を地方創生を同時にやりたいとそういう強い気持ちでまちおこしエネルギーを6年前に作らさせていただいて神戸物産の経営を長男に引き継いだ後2016年にまちおこしエネルギーを設立2度目の挑戦に乗り出した高いハードルがあっても地熱にこだわるのは 他の再生可能エネルギーにはないメリットだ。やはり、二十四時間安定というものは不可欠なんですね。例えば、太陽光でしたら、二十年間、その機材を使うと、またゼロからなるんですね。もう機材がダメになりますので。でも、地熱の井戸というのは、えー、安定的に、えー、使えば、最低でも五十年、百年以上使えるんです。 太陽光や風力は天気や時間帯によって発電できる量が変わるためベースの電力とはならないが安定的に発電できる地熱はその役割を担うことが可能しかも日本は火山国で世界3位の地熱を有していながらその使用量は10位にとどまっているここに可能性を見いだしたと同時にある問題にも気が付いていた 地熱発電はやはり何十年30年50年前からやり方を変えてないんです運転開始までですね、えー、平均で19年かかってますので問題とは発電を始めるまでにあまりにも長い時間がかかってしまう地熱特有の事情そこで考えたのが安定エネルギーである地熱 うん、発電を5年以下でやろうというように考えてあらゆる点をやはり直しにかかってます開発期間を短縮するためアイデアを出し続ける沼田さんその一つが恵庭で稼働していた掘削機械よく見るとキャタピラーがついているまあ一般的なものと違うのはまあ 自走できるこのキャタピラを使って動かすことができてなんと町おこしエネルギーが自ら作った可動式の掘削機械だ従来は矢倉を組むために大型のクレーンが必要でそのクレーン車が通るための道の整備も必要だったこの掘削機を作ったことでこれまで大型の機械が入れなかった場所の調査もできるようになり コストも半分程度で済むのだというこうした工夫をしながら今北海道、東北、九州で地熱開発を進める第1号の発電所は熊本県小国町に設置2024年から運転を始める熊本の発電所は通常の半分の7年弱で運転開始にこぎつけたこの発電所にも 常識破りの手法を取り入れるエネルギー業界というのはもともとフルオーダーいうんですかオーダーメイドしかないんですねやはり、えー、そこで2年間まあそれで今回のコンパクトのものでもその設計だけで2億5000万かかるんですこの2億5000万はある意味無駄なんですねですから一つのパッケージたりしてしまうと従来作られていたのは 地下の熱源の大きさに合わせたオーダーメイドの発電所町おこしエネルギーは熱源の大きさにかかわらず同じ設計で同じ規模の発電所を作るこういうようなことはやはり流通の世界では普通なんですねそれは前提として数多く作るということなんですですから地熱発電に関して今一番大切なことは 数多く作るいうことなんですこの方法によって大幅なコスト削減と工期短縮を実現調査から運転開始までの期間はなんと5年以内となる今後は数を増やすために小売業界では一般的な戦略フランチャイズ化を取り入れる自社でやるのが利益は当然一番多いですししかしですねそれをやっ でしてしがが町おこしエネルギーが手掛ける発電所は調査から運転開始まで1つ当たり100億円の事業費がかかる決して安い投資ではないが一番の参入障壁となる熱源の調査は町おこしエネルギーが担いフランチャイズ加盟者には地上でかかるコストを負担してもらう。 地価を当てるのがリスクの99%なんですもう地価が安定すれば上のリスクは1%もないんですね99%のリスクをコーチューがおワーさせていただいて上は70% 70億円のお金がいるんですねそれを、えー、フランチャイズされる加盟店の方に協力していただきたいこれによって、えー、地熱開発は 非常に裾野が広がっていくと思いますバイデン収入は年間14億円の見込み地熱発電はランニングコストが比較的少なく2026年頃には単年で黒字化78年で100億円の投資は焼却できる計算だ 釧路空港から来るまでおよそ10分道東の白糠町でヘルメット姿の人たちが何やら作業をしていた取り囲んでいるのは掘削に使う機械だなかなかうまくいかず4回目で成功その後も一つ一つの工程を確認しながら 慎重に作業を進めていく実は彼らプロではないここは今年4月に開校した掘削,技術専門学校掘削の技術を学べる日本初の専門学校だ立ち上げたのはもちろんこの人黄色いヘルメットの4人は今年入学した1期生だ スピンドル掘削機の小さな機械もありますし、大きなロータリー掘削機もあって、まあ、掘削の機械掘削の、えー、基本的な部分を幅広く、あの教育するような学校にしてます。掘削業界の人材育成は就職した会社で実務を重ね。知識や技術を身につけるのが一般的。しかし、高齢化や人手不足が深刻で。 自社での教育が難しくなっている現状もあるこの学校では1年かけて基礎的な知識を身につける機械のほとんどは掘削に携わる民間企業21社から無償で提供を受けたこちらは高さ42メートルに及ぶロータリー掘削機 深さ2 0 0 0ルほどまで掘ることができ、石油や地熱開発などで使われる事業ではですね、その機械の構造ですとか、操作の仕方とか、そういうのを事業で使ってます、まああのまあ、こういう蓋開けて、このブレーキシステムがどうなってるかとかですね、そういうのもなかなか、えー、実際掘ってる現場だと、そういうことってできないんですね。 教える教員も、実際に掘削の現場で働いてきた熟練だ最初は知らない単語だらけで、何を言ってるかわからなかったんですけれども、まあ、先生方ももともと現場の人たちだったっていうことでもあって、まあ、親身にいろいろ教えてくださるので、まあ、大体の理解が <laughs> 及んできたのかなと思います。 開発期間の大幅な短縮とコストの削減新たな担い手の育成小売業のノウハウがぎっしり詰まった新たな地熱開発の仕組みを打ち出すことで北海道、そして日本のエネルギー構造を変革しようと動いているここでコメンテーターをご紹介ししししまますすす北海道大学の平本先生ですよろしくおお願願いいします。 そしししてて札幌信用高校校長のささんですすよろくお願いま地熱開発のお話を見ていただきましたけれどもやはりこの参入へのハードルというのがやはりすごく高いとおいそれと参入できるものではないということでですねまずお金がかかる、時間がかかる掘ってみないとわからないこういったところがありましてさらにですね例えば温泉法、自然公園法なかなかそういった 熱源があるんじゃないかと思ったところもなかなか気軽に調査ができないというところがあったのですが、うん、今、国もです、ねまあ、そういった法律の改正、まあ、緩和ですね、えーまあ、自然環境に負荷をかけないという大前提のもと、うん、そういった法律を緩和してこれから地熱開発をどんどん進めていこうと。まあ、国を挙げて 応援していこうという流れに今なっているということなんですね私はですね一番面白いと思ったのが、うん、部分最適と全体最適って言葉があるんですけれども部分最適と全体最適一個一個の発電所発電施設のことを考えると、うん、熱源の熱量に合わせて設計した方が効率いいんですよね、うん、ところが国全体がカーボンニュートラルに向けて再生可能エネルギーを使うっていうその全体のことを考えた場合には、うん、一個一個の発電所の完全な最適性を求めるよりは 標準的な設計をしといてもし熱源が多ければ個個目3個目の施設を作ればいいでそれによって設計のコストと開発の時間を下げることによって普及を早めることができるっていう発想がとてもなんていうかあのか小売業的というか、うん、あの産業的というかそこが面白いなと思いました。うん、加えて人材 育成もやってると、えー、ここがすごいですね。そう,すねそうですね。あのもうその何十年先を見たときにこれをやるべきだっておっしゃっていたのがこの専門学校を作ったりするこう人材育成とつながってるなと思いまして、この数年を見たんではなくて、うん、この先何十年っていうビジネスも考えたときに人も育てておかなければいけないということですよね,すね。ただ業務スーパーでこれだけ地位を確立して <laughs> で取締役会開いたときに。 いやいやいや地熱って <laughs> 絶対意見出ますよね <laughs> そうですね、えー、でもまさにあのさっき平本先生おっしゃったように氷、えー、の,の考え方、うん、全体最適用の全体をどこと見るか、ね、っていうところが全国展開しているならではの視点だと思うので、うん、そこはきっと皆さんも納得できる部分なのかなとは思いますけど。 それでは太蔵さん、今日の一言をお願いできますか、うんはいあの今日の一言はまあお二方からもありましたけどもやっぱり異業種からの参入がイノベーションを生むということなのかなと、うんうん、ただ、異業種に行くにしてもやっぱ今回、沼田さんの僕がすごいなと思うのはやっぱりただ儲かるか儲からないかというよりも、うん、やっぱこれからの日本にとって重要だよね地球環境にとって重要だよね。うん、なんかもっと大きな 会議の中でやっておられるっていうところがなんかすごいなと思いましたけどね。えー